朝食べるとスルッと痩せる食べ物3選、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエットを成功させるためには朝ごはんがとっても大事。何をやっても1キロも痩せない、それは朝ごはんが原因かも。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せてキラキラ輝く女性をたくさん増やしたいっていう思いで配信しています。この機会にぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。では参りましょう。朝食べるとスルッと痩せる食べ物3選。1、リンゴ酢キャベツ。痩せるポイントはこちら、食物繊維です。その理由は太る原因、老廃物をごっそりデトックスできるから。例えば体の中にゴミ、老廃物を溜め込んだまま痩せることはできません。そこでこちら、体の中を大掃除するためには食物繊維をしっかり摂ることがマストなんです。そこでおすすめなのがリンゴ酢キャベツ。このキャベツの中には水溶性と不溶性、なんと一度に2種類の食物繊維がしっかり摂れるんです。ですから朝からしっかりと2つの食物繊維を同時に摂ること、食物繊維が痩せるポイント。2つ目はこちら、リンゴ酢納豆。痩せるポイントはこちら、タンパク質です。痩せる理由はタンパク質をしっかり摂取すると食欲を抑えることができるから。そうなんです、朝からしっかりとタンパク質を摂ることでその日一日の食欲をしっかり抑えることができる。1食あたりのタンパク質摂取量の目安はこちら、手のひらに収まるサイズですので、朝に納豆1パックで十分。痩せるポイントはタンパク質をしっかりとって朝から食欲を抑える状態を作っておくこと。3つ目はこちら、リンゴ酢味噌汁。痩せるポイントはこちら、発酵食品です。その理由は発酵食品を摂るとお腹の中に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができるから。例えばお腹の中に痩せ菌を増やすためにはもうすでに食べる前から発酵している発酵食品を摂ってあげるのが近道。そこで大活躍するのが味噌汁なんですね。味噌汁は発酵食品です。加えてリンゴ酢も発酵食品。発酵食品そのものが善玉菌イコール痩せ菌がいっぱい含まれている、プラスこちら消化に負担をかけないんです。ですのでお腹の中にたくさん痩せ菌を増やしてあげること、そしてすでに発酵していることで余計な消化に酵素を使わないイコール発酵食品を摂ることで痩せ菌がたくさん増えて痩せる。さあ、あなたはもうお気づきでしょうか。今お伝えしました3つに共通するものはこちら、純リンゴ酢ですね。そうなんです、この純リンゴ酢には太る原因、血糖値の急上昇を抑える効果があるんです。そのことで結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですよ。ですので朝からリンゴ酢をしっかり摂取しておくことでその日一日痩せ体質のままスタートすることができる。以上お伝えしました3つ、詳しいレシピ作り方お知りになりたい方はこちらコメント欄のリンクから別動画ご覧ください。さあ、ここまでこの動画ご覧いただいたあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。この腸活ダイエットで1ヶ月でマイナス3キロを達成した方がたくさんいらっしゃるんです。これまで腸活ダイエット整体師として1万人以上の方の心と体のケアをした経験から1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、またそれだけではなく頭痛薬や痛み止めなども卒業という方がいます。そんな具体的な健康で綺麗に痩せる腸活ダイエットの方法、今動画無料で4本プレゼント中です。受け取り方法は動画下の説明欄の無料 LINE 公式から受け取ってください。今回の動画のまとめポイントです。1、朝から血糖値の急上昇を抑えて痩せ体質をキープする習慣を作ること。2、お伝えした3つの
お食べ物をバランスよく摂取すること。私は毎朝お伝えした3つを食べています。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。また実際取り組んだご感想やおすすめレシピなどありましたら、ぜひコメントをくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。朝時間がないなんて方はこちら、リンゴ酢豆乳ドリンクがおすすめです。材料はこちらのたったの2つ。分量はこちら、無調整豆乳1カップ200ml に対して、この純リンゴ酢を大さじ1杯入れて混ぜるだけ。少し蜂蜜を入れても美味しいです。ぜひ常温かホットで召し上がってくださいね。